僕、黒田個人は別にその暮らしプロジェクトとかあんな関係なくというか関係はあるんだけども、そこに軸を置いて何かやってるんじゃなくてね、人は一人では生きれないね。それは73年間生きてきてそれをつくづく思っている。今ここにこのコッパに書いてるでしょ。でこのコッパをやっぱり作ってくれる人がいて、もっと言うとこの絵の具を作る人がいて、そういうふうにこう繋がってるんだけども、残念ながら人は人を救えないとも僕は思ってるんですね。でここにこうコッパに絵を描いてねそれ何かできるとは思ってませんよ。人間というのは生きていくということに対して一番大事なのは生きようとする意志だ。自然には逆らえない。今僕は取り留めなく喋ってますけども、そんなことを実感できる場として今回のこの辺りがあると、僕にとってはですよ。それで来てるだけです。上から目線でね、助けに来てやったぜとかっていうのは俺大嫌いです。なんかバレるしね。ちょっとだけ絵とか音楽で打ちひしがれた人たちに一瞬だけでも、あ、ちょっと楽しいなとか、ちょっと面白いなとか思ってもらえるんだったらそれもありかな。振るために元気もらってるね。だってこんな辛い人がいるんだから、俺なんかまだ十分大丈夫だぜ。また来ます